ちょっと寝癖ついてるんですけど大丈夫ですかね。なんすかこれ。いよいよ本番ですけど、今そういうやつですか。まあなんていうかね、その特に千秋楽だからといって特別なことをやるわけでもなく、稽古でやってきたことを全部出し切れたらいいなと思います。お願いします。はい、よし、ありがとうございます。おはようございます。いよいよ本番ですけど、はい、今心境の方はどうですか。いや、そうですね、もう今日で終わっちゃいますけどね。まあでも出し切るだけです。最終日なので悔いが残らないように。そうね、やりたいと、頑張りたいと思います。頑張ります。イエスさん、監督長ちょっと待って。おはようございます。おはようございます。もう本番はね、2日目に空いたのでね、全然緊張はしてないんですけれども、やっぱり千秋楽の朝っていうのはね、すごい気持ちがいいですね。最後まで変わらずに頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。いよいよ本番ですけど、今心境どうですか。いつも通りです。意外と平常心です。ちょみて2日目うまいこと言ったら、いや、2日目がちょっとミス多かった。ミス多かった。ミスらないように頑張ります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、来た。おはようございます。はい、はい、コメントコメント。あ、久しぶり。面白いコメント。まだ朝からきついですけど、最終日全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。初日2日目どうでした。あ、初日2日目やっぱ稽古場とは違う雰囲気ですごい楽しめました。はい、皆さんありがとうございます。あ、ってください。はい、ありがとうございます。マジ面白くて。ごめんごめん。いやいや、めっちゃ面白くて発言して。おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝癖ついてる。あ、立て行く、立て行く。はい、寝癖ついてるんですけど大丈夫ですかね。いや、もう頑張るだけなんで。ちょっと喉がちょっと枯れかけてますが頑張ります。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。おはようござい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 ます。知ってる人は頑張ります。やりにくいですけど頑張ります。ほら、あるじゃない。よかったよかったよかった。ありますよ。こっちも本当に危ないだろうな。気持ちよく2個やりましょう。はい、いいよ。感じです。失礼します。お疲れ様です。あ、どうもどうもどうも。お疲れ様です。どうですか。いや、もう楽しかったですね。もう最後にみんなが前じゃね、うん、の時にやってくれてすごい盛り上がりました。僕はあっという間でしたね。あっという間に本当3日間だったんですけど、終わったてのあるんですが、初日にゲネの時に
喉を枯らすっていうすごいことしまして、まあでもすごい楽しかったです。50点です。50点。おー、うん、その理由はすごくやっぱりちゃんとできたところもあるんですけど、細かいミスとかあんまりうまくできなかったところとかがあるので50点です。うん、僕はですね、個人のと舞台全体で考えて、個人はもう10点です。なんか芝居とか関わらず、本当言えないこともあるんですけど喉枯れただけじゃなくていろいろありまして、自分のやらなきゃいけないことができな、しっかりできなかったっていうので、ちょっとまあそこは10点っていうので、うん、まあ、舞台全体としては本当にもう100に近い感じで、本当にそのいろんなスタッフさんとかに支えられながらこの3日間できて、なんか僕自身としてはもっとできたことあったんですけど、その皆さんとか合わさったらもう100点ぐらいいくんじゃないかなって思いました。稽古は楽しかったですか？6ヶ月間長かったですか？稽古あっという間でしたよね。あっという間でした。見に来てくれた方々、応援してくれてる方々本当にありがとうございます。でですね、これからもまだまだパンキスを頑張る、続くのかな、どうなんだろう続くのかな、アニメとかね、アニメとかがまだ続くので、まだまだ温かい目で見守っていただけたらすごく嬉しいです頑張りますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。とりあえずありがとうございました。いろんな様々な方々、来れなかったけど応援してくださった方々、もちろん来てくれた方々も、皆さんありがとうございました。まあね、一つ言いたいのは、見てない方買ってくださいでも DVD が一応発売されるっていうのは決まってるので、 DVD とあとまた映画館で、まだ詳しいことは書いてないんですけど、映画館で上映される予定なので、ぜひ見てほしいと思います。とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。判決失礼しまーす。あーびっくりした、どうしたびっくりした、入ってるね、入ってる、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、楽しかったですね。うん、やってて別にまあ緊張もしましたけど、うん、もう興奮に変えれたし、本当楽しかったですね。うんうん、やっぱだんだん、ね、やるにつれて楽しくなってきます。確かに、うん、もうね、すごいね、うん、テンション上がりっぱなしで、テンション上がりっぱなし、うん、うわぁ、なんだろう、何点ですか？7、80ぐらい。おぉ、いいじゃないですか。うん、その理由は、いや、まあ、まあ、まず、まあ、さっきも言ってましたけど、うん、自分が楽しめたっていうのは一番だし、うん、あと、まあ、特に大きなミスもなく、うん、なんか、とにかくやりたいようにできたかなと思います。うんうん、はい、なるほど、なるほど。石田さんは？僕はですね、そうですね、まあ、自分の中で合格点が80だとしたら、なんで80なんですか？100でいいじゃん、100で合格が80だとしたら、合格が80、はいはい、85です。お、いいじゃない。あのですね、うん、まあ、もちろん自分の中では100点に近づけるように全力を出したんですけど、うん、やっぱちょっとまだまだ未熟なところがありますね。うん、まあ、それはそうですね。はい、それを本当に次の舞台で、うん、あの行かせられる場合だと思います。本当に、ね、課題が、そう、課題が見つかってばっかりの、うん、本当にありがたい本番だったんで、うん、わかりました。初めて見た方もそうでない方も、何回も見てくれてる方も本当にありがとうございます。まあ楽しんでいただけたら嬉しいんですけど、まあとにかくやってるこっちは楽しかったんで、まあ多分その気持ちが伝わればいいかなと思いますね。はい、また待ってます。ご来場ありがとうございました。今回の役はですね、まあ僕的にすごい難しくて、まあいつもは結構年下の役で可愛がれるっていうか、なんか先輩についていくっていう役が多かったんですけど、今回はみんなをまとめるということで、すごい難しい役柄でした。でもそうですね、本番やってみて本当に皆さんとの、まあなんか最後のマイジェネレーションの振りとかもやってくれたりとか、一体になって盛り上がった気持ちがとてもして、本当辛かったこともあったんですけど、もう本当本番終わってからすごい楽しかった思い出しかないです、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。判決失礼しまーす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もうすぐ舞台終わってご飯でした。そうですね、もうエネルギー補給なんででもさっき戻ってきた時完璧だって言ってたんです。そうですね、今日はちょっと完璧すぎて怖いっす。まあ私はいつも通り
やりました全部、はい、うん、ただねちょっとショックなのが、うん、今回の仕事の報酬ですねっていうセリフがあるんですけど、まあ今回の仕事の講習ですねって言っちゃってそれだけは本当心残りですね。それ以外は本当に70点ですね。あ、70点のものをよくお客さんに見せれたねマイナス30っていうその理由。そうですね、一番でかい理由はやっぱりあの島田さんの講習ですお前あの後ほぼセリフねえだろ講習でちょっとグラッときましたね。まだまだだね、まあ、人のミスで揺らぐようじゃまだまだ。うん、そこですかね。私は100点です。はい、僕はいつも今の自分のできるマックスでやってるんで100点です。それでミスったら仕方ないです。それでミスってもそれが僕の今の100点です。本日はご来場誠にありがとうございました。そうですね、僕たちが、この6ヶ月で作ってきた6ヶ月間で作ってきた舞台、いかがでしたでしょうか。僕たちは常に全力でやってるんですけど、その気持ちが届いてくれれば嬉しいです。ありがとうございました。あの来てくれてありがとうございました。なんですかね、まあ全然アニメを見てる人とかは全然想像もできないね展開だったと思いますし、舞台鑑賞とかが好きな人が見に来ても楽しんでいただけたかなという内容なものをできたという自信はあります。はい、まあ、また今後もねあるみたいなんで分かんないですけど、そちらの方もぜひお楽しみにしていただければありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかで。判決失礼します。はい、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。振り返ってみてどうですか。そうですね、僕は一番最後に稽古合流して、うん、まあ約1ヶ月間みちり稽古みんなとして本番迎えたんですけど、まあとにかく全員リレーといいますか、まあ何もかも自分たちで作る舞台だったので、で結構やっぱり初めて経験する方が子たちが多かったから、まあ、どうしようと思ったんですけど、なんでしょうね、もう今だから言えるんでしょうけど、できちゃったんだなって思いましたね。なんかそのまあもちろんクオリティ的に考えたらいろんな意見があるかもしれないんですけど、第1回公演のこの幕開けとしてはすごい十分な出来でお見せできたんじゃないかなってすごい僕は満足してます。はい、いやもうなんかむしろもちろん毎日一緒にいましたからどんどん成長していく姿は見れましたし、でもなんか逆に僕が一番もちろんその経験を積ませてもらってるので、いろんな技量とかまあ見せ方っていうのを知ってるんですけど、なんでしょう、彼らのそのまっすぐな芝居見てたことでむしろそのお芝居をする上での原点というか初心をまた思い出させてもらったんですよね。だからなんか僕も彼らに成長させてもらったっていう部分があって、なんでしょう、なんか僕がすごい支えてたというよりは本当に全員で一緒に駆け抜けたっていう感じなので、第1回公演自分たちで作った舞台ということを置いて全体はそして70点ですね。おー、で個人的には90点ですね。個人の評価は90点です。僕は、うん、本当に自分に与えられた仕事をこなしてとにかくこの舞台を成立させるための一つの力になりたいっていう気持ちで全力でやったので、うん、まあ100点にしちゃうとちょっと限界がねなくなってしまうので90点ということで、見に来てくれた皆様、応援してくれた皆様ありがとうございました。このパンキス第1回公演本当に毎公演皆さんがね一緒に盛り上がってくれて振りをしてくれて、そのおかげでみんなも最後まで駆け抜けることができたと思いますので本当に感謝しています。そしてもちろん僕も皆様からパワーをもらって脳裏と役を完成させることができましたし、まあ、とにかく僕がセリフで言ったようにここからがスタートなので、このパンキスがこれからどうなっていくかは僕たちでもありますし皆さんの応援がこれからも引き続き必要になります。みんなで作っていく舞台ということでこれからも引き続き応援していただけたら嬉しいと思います。本当に本日はありがとうございました。舞台版パンキス3次元 DVD が発売決定。発売日2015年7月8日、詳しくはパンキス公式ホームページで